ありがとうございます。ありがとうございます。かけフェスにお越しの皆さん、おはようございます。甘くて刺激的な時間をお届けします。スパークル機械アイドル、私たち炭酸水です。よろしくお願いします。はい、まずはメンバーの自己紹介からさせてください。はい、爽やか笑顔でみんなのことも釣られて笑顔にさせちゃうぞ、黄色担当高橋希子です。よろしくお願いします。希子ちゃん。はい、お菓子菓子食はいつでもどこでもなれます。緑の担当の安夏美です。よろしくお願いします。めっちゃおめでとう。はい、ちょっぴりこ悪魔な気まぐれ猫、青色担当スイムニコです。よろしくお願いします。希子ちゃん。はい、君は愛し、君に愛されたい、ピンク色担当、ゆうかるんこと斉藤ゆうかです。よろしくお願いします。ゆうかるん。はい、皆さん盛り上がってますか。イエーイ。はい、かけフェス2日目ということでですね、何ですか、話したエピソードあったって言ってた。今日ね、なんかママが来てるんだけど。ママ、私見つけちゃったよ。ママ、私も見つけたの。まっちゃんのママ見つけた。ママの、地元の牡蠣が出てるらしくて。え、地元どこですか、ママの地元。言っていいのかな。山田の牡蠣があるんだって。山田の牡蠣があるらしくて、そう、よかったら食べに行ってみてください。そう、ママ見つけて、ママにさ聞いてきて。難しいですね。どこのお店かちょっとわからない。そうだね、ちゃんと見てなくて見れてないから。まあ、でもね、岩手の山田の牡蠣って探せばね、出てくると思うからね。なんか来てるらしい今日。本当？そう、だからママが来てくれたの今日。素敵。後で巡ろうね。でも昨日も私たちステージ出たんですけど、ね、一個も食べれなかったから。食べてない。時間的に食べれなかったので、今日こそはちょっとこの後なんだっけ、どこに行くんだっけ、佐野か。佐野に行きますけど、その行く前にね、ちょっとマジで急いで絶対に食べたいと思っておりますので、残しといてください。え、ちなみに何狙ってます？え、私あれ。かきラーメン。春巻きが食べたい。ゆかるは宮城の牡蠣ってあるのかな。宮城の牡蠣ある。あるよね。私東京メンバーなんですけど、宮城出身なので、そうですね、宮城の牡蠣食べたいですね。どこだろう、宮城の牡蠣どこかな。ちょっと後で探してみようかなって、思いますので。はい、じゃあ次の曲そろそろ行こうか。そうですね。それでは続いての曲を聴いてください。キスの魔法。Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後に炭酸水から告知をさせてください。はい、この後栃木県の佐野梅まつりに移動させていただきます。よかったら皆さんも一緒についていってくれると嬉しいです。すごいね、ついてきてくれたらね。そうですね、すごいですけど、はい、はい、その他ライブ情報は私たちの SNS、インスタグラム、X にて更新しております。ひらがなでハッシュタグ、せーの、さーん、さーんと検索していただけるとアカウント出てきますので、はじめましての方がいっぱいいっぱいだと思うので、ぜひチェックしてフォローしてください。お願いします。お願いします。はい、この後そちらのテントにて特典会やります。ご席は席が無料です。よかったら遊びに来てください。それでは